皆さんこんにちは。足川泉さんは和製オードリー・ヘップバーンと呼ばれるほどの人気と美貌を誇り、日活の黄金期を代表する女優でした。足川泉さんは日活の黄金期を盛り上げた女優の一人で、夫の藤竜也さんと結婚し引退されました。夫の藤竜也さんとは相変わらず仲が良いようで、ほっこりエピソードもあるようです。今回は引退し50年以上も経過しましたが、今でもお元気なのでしょうか。足川泉さんの現在をお伝えします。足川泉さんは1935年10月6日の生まれで、東京都出身です。足川泉さんは映画黄金時代に日活を代表する大女優として活躍していました。全盛期だった1968年に藤竜也さんと結婚し、引退した後はほとんど公の場に姿を現すことはありませんでした。夫の藤竜也さんとは仲が良いことでも有名で、様々なエピソードもありそうです。足川泉さんは1956年から1968年まで日活で活躍した女優でした。日活が映画の撮影を再開してから黄金期までを支えた女優で、石原裕次郎さんの相手役を演じることも多かったようです。葉山亮次さんと噂されたこともありますが、藤竜也さんと1968年に結婚し、33歳の若さで女優を引退します。足川泉さんが引退後に日活の撮影所が一部閉鎖され、テレビ全盛の時代になったという意味でも日活を象徴する大女優でした。足川泉さんは高校は法政大学準高女子高校に入学しますが、1952年に中退して松竹歌劇団附属松竹音楽舞踊学校に入学します。愛称のゴムギは有馬稲子さんに似ていて、稲よりたくましい麦を連想してお麦となったと言われています。1953年にファッションショーに出ていた時、松竹の川島雄三監督の目に留まり、東京マダムと大阪夫人で女優としてデビューします。その後川島監督が日活に移籍した縁で、足川泉さんも日活に移ることになります。日活は日本で最も古い映画会社でしたが、映画制作から一時撤退しており、新たに撮影所を建設して映画制作を再スタートする段階でした。足川泉さんは看板女優の一人として日活の復活に貢献しました。足川泉さんは日活に移ってから短期間で日活の中心的存在になっていきました。さらに1956年の乳母車で石原裕次郎さんと初共演を果たします。またデビュー3作目の石原裕次郎さんでしたが、さらに人気を獲得し、足川泉さんはこの作品で人気を揺るぎないものにしました。その後石原裕次郎さんは国民的スターとしてますます人気を上げていきました。足川泉さんは北原美恵さんと並ぶ石原裕次郎さんの相手役として数々の映画で共演を果たしています。後に北原美恵さんは石原裕次郎さんと結婚されています。この頃の足川泉さんはその美しさで和製オードリー・ヘップバーンとも呼ばれるほどでした。女優として華々しい活躍を続けていた足川泉さんは1968年に藤竜也さんと結婚して引退するという驚きの展開となります。藤竜也さんは入社6年目でしたが、この当時は無名の俳優でした。しかも足川泉さんと交際して1ヶ月のスピード結婚だったそうです。当時女優は結婚と同時に引退することは当たり前でしたが、その分会社から反対されるのも当然の時代でした。ある日藤竜也さんは石原裕次郎さんに付き合っている子はいるのかと聞かれたそうです。恐る恐る足川泉さんと付き合っていますと告白すると、石原裕次郎さんは俺に任しとけ、心配するなと言われたそうです。その1週間後裕次郎さん宅へ呼ばれた藤竜也さんは驚きの光景を目にします。なんとそこには日活の重役がずらりと大集合していたそうです。
そんな重役の前で裕次郎さんは、辰と芦川泉が結婚するからよろしく。重役たちは一斉に藤竜也さんをにらみつけたらしいですが、裕次郎さんの言葉に反論する人は誰もいなかったそうです。芦川泉さんと藤竜也さんは大変な格差婚だったようですね。やはりかなり結婚を反対されたそうですが、石原裕次郎さんの応援もあり、二人の結婚は無事に認められました。実は結婚式でも石原裕次郎さんが助けてくれたそうです。お金がなかった藤竜也さんにタキシードを用意してくれ、たくさんの人も招待してくれたそうです。藤竜也さんは石原裕次郎さんを太陽のような人だったと語っています。あんまり格差を意識していないような発言をしている藤竜也ですが、ほら、藤なんてどこの馬の骨ともわからないやつと一緒になるから、と芦川泉さんが後ろ指を刺されないように今まで以上に頑張ってきたんだとか。その後、芦川泉さんは結婚後女優として復帰することはなく、公の場にはほとんど姿を現しませんでした。家庭を守り、藤竜也さんを支え続けたようです。2007年に日活 OB 会に数十年ぶりに姿を見せて話題になりました。芦川泉さんと結婚された藤竜也さんについてご紹介します。芦川泉さんと結婚した時は無名に近かった藤竜也ですが、翌年の1969年に出演した野獣を消せで凶暴なアウトローを演じようやく話題になりました。本人も日活の中で独自の役柄を手に入れたと感じていたようです。1971年には日活の撮影所が一部閉鎖されますが、時間ですよで元ヤクザの風間役を演じブレイクを果たします。街ですれ違う人が藤竜也さんの顔を見て振り返ることが多くなるなど、人気俳優の仲間入りを果たしました。ブレイクした時点では30代前半でしたが、この時点でダンディーな魅力を発揮する貫禄のある俳優として注目されました。日活にはいないタイプの俳優と評価されましたが、今の時代にはいないタイプのイケメンとも言われます。現在でも俳優として活躍を続けている藤竜也さんですが、俳優として成功するまでにはかなり時間がかかりました。藤竜也さんは大学生の時にスカウトされ、その時は非常に高給取りになれると誘われたそうです。それほど深く考えないで俳優になろうとした藤竜也さんで、現実は甘くなく通行人の役しかもられない時期が何年も続いたといいます。まともな役がもらえないため、何とかしようとひげを生やしたりするなど工夫を続けたそうです。仕事がない時は撮影所にある道場で殴られる稽古をすることも多かったようです。その結果として日活にはいないタイプのアウトローが似合う俳優になることができました。スポーツジムで体を鍛える俳優の草分け的存在と呼ばれることもあります。芦川泉さんは日活の復活から黄金時代を支えた女優の一人でした。芦川泉さんが引退してから数年後に日活は撮影所の一部を閉鎖してしまいました。芦川泉さんが引退したせいではないと思いますが、彼女の引退は日活のその後の衰退を暗示していたとも言えます。女優を引退後は公の場に姿を見せない芦川泉さんですが、その後の人生はどうだったのでしょうか。夫の藤竜也さんとは仲が良く、エピソードも多少あるようです。芦川泉さんのその後の人生について触れてみたいと思います。芦川泉さんが結婚した頃は、結婚するとそのまま女優を引退してしまう人は少なくありませんでした。同じく日活の看板女優だった北原美恵さんも石原裕次郎さんと結婚後に女優を引退しています。引退しても女優時代のことが忘れられずに復帰する人は少なくありません。しかし芦川泉さんは女優としての活動を再開したことは一度もありません。専業主婦なのかどうかは不明ですが、家庭を守り夫の藤竜也さんを支え続けています。芦川泉さんと同じく引退した
北原美恵さんは石原プロモーションの経営に関わっていることもあり、時折マスコミの前に姿を見せています。しかし芦川泉さんはマスコミの前に姿を見せたことはなく、その後の写真などもほとんどありません。正確な年代は不明で、石原裕次郎さんの特番に藤竜也さんが登場した際に、引退後の芦川泉さんが写った写真が見えたことがありました。唯一芦川泉さんがマスコミの前に現れたのは2007年に行われた日活 OB 会でした。往年のスターが勢ぞろいし、当時72歳になった芦川泉さんの姿もありました。まだまだ若々しい美貌は当時のファンの間でも話題になりました。その後2009年には石原裕次郎さんの23回忌や南田陽子さんが亡くなったことについてコメントされています。芦川泉さんの姿が最後に撮影された日活 OB 会から10年以上の年月が経ちました。2022年には91歳になっています。現在の画像などはありませんが、まだまだ元気で過ごされているようですね。2018年の誕生日には芦川泉さんを祝うツイッターもありました。引退から50年以上経っていますが、まだまだ人気が健在なことには驚かされます。マスコミの前には姿を現さない芦川泉さんです。しかし藤竜也さんが時々芦川泉さんのことを話すことがあります。2018年2月に藤竜也さんは TBS の沢子の朝に出演しました。この時結婚当時のことを振り返りながら芦川泉さんへの思いを語っています。2人とも80歳を超えている2人ですが、今でも寝る前に2人ですることがあるそうです。それはスクワット2人で手をつないで50回はしているとのことです。藤竜也さんの俳優人生は順風満帆ではありませんでしたが、芦川泉さんが近くにいてくれたおかげで不安はなかったといいます。最近は寝る前に翌日も無事に会おうねという思いを込めて握手をしているそうです。若い時みたいにハグとはいかないんでね。それに翌日は会えない可能性もあるからと笑いながら話しています。仲の良さが伝わってくるエピソードですね。芦川泉さんは藤竜也さんとの結婚後はほとんど表舞台に出ることはなく、結婚生活に関してもそれほど情報はないのですが、お子さんは1人いることは分かっています。両親が美男美女なので、芦川泉さんのお子さんも俳優をしているのではと興味を持たれている方も多いと思います。芦川泉さんには息子さんが1人いるようですが、芦川泉さんはマスコミの前に姿を現さないので話を聞くこともできません。藤竜也も息子さんについて話をされたことはほとんどないようです。息子さんの年齢は芦川泉さんと藤竜也さんが結婚した年代から考えると40代だろうと推測されています。芦川泉さんと藤竜也さんの息子さんは俳優をしているという噂もありますが、この噂は本当なのでしょうか。残念ながら現在活躍している俳優の中には藤竜也さん夫妻の息子さんらしき俳優さんがいるという話はないようです。隠している可能性もゼロではありません。しかし芦川泉さんと藤竜也さんの息子さんが俳優をしていて話題にならないというのはまず考えられないでしょう。多分一般人の可能性は高いようです。芦川泉さんの代表作について紹介します。芦川泉さんを知っている方は懐かしく、知らない方はこのような作品に出演されていたのだと改めて芦川泉さんを認識してください。1956年に公開された風船は芦川泉さんの代表作とされる映画の一つです。画家として名を知られた村上春樹とその家族の物語です。写真工業会社の成功した春樹ですが、家族は意外な問題を抱えています。芦川泉さんは春樹の娘の玉子役を演じました。芦川泉さんは小児麻痺の後遺症で引きこもりになった女性を講演しています。1956年の死の十字架、
は江戸川乱歩の小説を映画化した作品です。三国連太郎さんが演じる事業家が妻を殺してしまったことから物語は始まります。芦川泉さんは売れない画家の妹を演じました。デビュー4本目の作品でそこまで重要な役を演じているわけではありませんが、芦川泉さんの代表作と言われるのは彼女の演技は印象的だからでしょう。1956年の乳母車は芦川泉さんと石原裕次郎さんと初めて共演した作品です。不倫を扱った作品なのにすごく爽やかな雰囲気と言われる不思議な作品です。芦川泉さんはヒロインの桑原由美子を演じました。石原裕次郎さんと芦川泉さんの2人の存在が圧倒的に明るく映画の雰囲気を変えているという意見もあります。1965年4つの恋の物語は芦川泉さんと藤達也さんが共演した作品です。4人姉妹の恋を描いた作品です。芦川泉さんは長女の三沢和代役を演じ、藤達也さんは戸明幸代さん演じる次女の恋人役でした。しかしこの映画で共演したことがきっかけで藤達也さんは芦川泉さんのことが好きになってしまったようです。2019年は芦川泉さんが女優としてデビューしてから65周年ということで、映画の上演会など様々な動きがありました。東京の神田神保町にある神保町シアターでは、恋する女優芦川泉デビュー65周年記念スペシャルというタイトルで、芦川泉さんの映画20作品が4月まで上演されました。芦川泉さんの出演作はVHS が多く DVD 化されているものは少なかったのですが、65周年記念として DVD の発売も決定しています。4月には真っ白き富士の峰、命の朝、学生野郎と娘たちなどが発売されました。芦川泉さんについてご紹介しました。全盛期で引退してしまいましたが、そのことでファンの間では神格化され、より熱狂的なファンを生み出したと言われています。 Twitter の様子から若い人にもファンがいるらしいことにも驚かされます。2015年発売の書籍現在進行形の男でも全部切り捨てられます。切り捨てられないのは女房への愛だけですと芦川泉さんへの愛を語っています。藤達也さんは本当に芦川泉さんがいないとダメらしく、芦川泉さんが友達と出かけると妻がいなくなったら一人でどうしようと藤達也さんは未だにメロメロの様子です。今回は和製オードリー・ヘップバーンとも言われ、日活の黄金時代に貢献した一人である芦川泉さんについて紹介しました。格差婚であった藤達也さんと結婚し、そのまま女優を引退し表舞台に姿を見せることがなかった芦川泉さんですが、引退後50点以上経ってもその美貌と演技力が話題に上がるほどです。現在も藤達也さん支え続け、2人で仲良く年を重ねられているようです。年をとっても若い頃のように2人で手を取り合い素敵な関係を築かれている様子が分かりました。最後まで動画をご視聴くださりありがとうございました。